ゼブラヘッド、ゼブラヘッドはアメリカ合衆国のロックバンド。1996年にカリフォルニア州オレンジ軍ラハブラで結成された。2015年現在までに8枚のスタジオアルバムをリリースしている。ジャンルはパンクロック、ポップパンク、ラップロック、ラップメタル、ラップコア、オルタナティブロックに分類される。日本では通称ゼブラ、ゼブエ、シマウマなど。 2013年現在、日本最大級の音楽フェスサマーソニックの最多出演バンド、通算7回目である。2015年に、バンド結成20周年を迎えた。ゼブラヘッドは1996年に、カリフォルニア州オレンジ軍ラハブラにて、ギターのグレッグバーグドルフとドラムのエド・ウドハス、ベースのベン・オズモンドソンで結成。当時この4人の所属するバンドが、 同じスペースを使って練習していたこともあり試しにセッションしてみたところすぐに意気投合し仲良くなったその後さらなる音楽の可能性を追求するため4人はそれぞれのバンドを脱退してゼブラヘッドを結成するバンドはフガジやディセンデンツなどに影響を受けており地元で流行していたスカパンクではなくヒップホップの要素をバンドの音楽に取り入れるようになる やがて、ラッパーのあり、タバタビーをバンドに迎え入れ、バンドはツインボーカル体制となる。その後、1997年に、第7回で、オンジェコウンティバンドオブザイヤーを受賞した。1998年4月21日、セルフタイトルとなる、デモアルバム、ゼブラヘッド、アルバムジャケットが、全面黄色だったことから、ファンの間では、通称、 イエローインディーズレーベルのドクタードリームレコーズからリリース。同年にメジャーレーベルのコロンビアレコードと契約を交わすと2枚目のフルスタジオアルバム、Waste of Mine をリリースし、メジャーデビューを果たす。新曲と合わせて、前作から新たにレコーディングし直した曲もこのフルアルバムに収録されたほか、ラジオでマイナーヒットした Getback も収録。この曲はアメリカのビルボードにおける、 モダンロックトラックスチャートで32位を記録するなど、アメリ国内で人気を集めた。続いて2000年8月には3枚目のスタジオアルバム、プレイメイトオブザイヤーをリリース。全米中に人気が広まる。そのわずか1年後の2001年10月には、日本限定版 EP ステューピットファットアメリカンズをリリース。その後2本でサマーソニック2001に出演した。 プレイメイトオブザイヤーのリリースから3年後の2003年後半、4枚目のスタジオアルバム MFZB をリリース。MFZB とはマザー・フキング・ジー・ブラ・ヘッド・ビッチの略でバンドのファンクラブの名称をとってこのアルバムに名付けられた。それまでのヒップホップっぽいファンクなサウンドからよりヘビーなパンクロック調の新しいサウンドが盛り込まれたアルバムに仕上がっている。特に 日本でのプロモーションに力を入れた結果、オリコンチャートで大休位を記録。サマーソニック2003人も出演し、日本で単独ツアーも行った。2004年7月、5枚目のスタジオアルバム、Waste of MFZB を日本限定リリース。タイトルの通り、MFZB 制作時に選曲から漏れで収録しきれなかった楽曲がこのアルバムに収録れた。 2004年後半、日本を含むツアー終了後ほどなくして音楽的な方向性の違いから、ボーカルリズムギターのジャスティン・マウリエロがバンドを脱退。2004年頃に、ジャスティンの後任となるマッティ・ルイスが、ゼブラ・ヘッドに加入する。彼がジャンクセンというパンクバンドに所属していた頃、ゼブラ・ヘッドと一緒に全米ツアーを行ったことがあり、彼らはそこで知り合った。やがて、 ジャンクセンは解散し、ジャスティンはゼブラヘッドを脱退。その後、ゼブラヘッドからドラムのエドとベースのベンがマッティのソロプロジェクトのレコーディングに参加することになり、スタジオでエドとベンからゼブラヘッドでボーカルをやってみいかと誘われたマッティが OK を出した。だがその時点でマッティはゼブラヘッドの音源を聞いたことがなかったため、自身のマネージャーに頼んで、 ゼブラヘッドのこれまでの全作品を送ってもいい、バンドの曲をすべて覚えることになったという。その頃ジャスティンはミュージシャンとして新しい一歩を踏み出すべく、I Hate Kate というバンドを結成。後にバンドはダーリン・シーブスへと改名する。バンドは新しいボーカルマッティ・ルイスを迎え入れ、2006年前半6枚目のスタジオアルバム、 ブロードキャストとザワールドを引っ下げて音楽シーンへ舞い戻ってくる。このアルバムは後に年間を通じてアメリカ国外でも発売された。日本ではオリコン洋楽チャートで1位を獲得する。また、同年5月には米国プロレス団体 WWE から発売されたコンピレーションアルバム WWE レックリス・インテントにウィズレックスライクザ h e 楽曲提供 同年6月、イギリスの音楽フェス、ダウンロードフェスティバル2006にも出演。夏に、自身のヨーロッパツアーを終えた彼らは、ワープドツアーに参加し全米で、ライブパフォーマンスを繰り広げた。日本では、パンクスプリング2006や、サマーソニック2006に、出演、単独ツアーも行った。一方でバンドは、セガのアクションゲームソニックザ・ヘッジホックのメインテーマソング、 ヒズワールドの制作に参加。翌2007年には、この曲が収録されたテーマソングアルバム、ソナカスヘッジホックボーカルトラックスセベラルウィルスが発売された。このアルバムには、アリとマッティがゲストボーカルとして参加したオリジナルトラックのヒズワールドとゼブラヘッドにより、編曲、レコーディングされたアディショナルトラックのヒズワールド2曲が収録されている。 バンドは7枚目のスタジオアルバム準備のため、楽曲制作を開始。その後2007年5月に、MXPX との2マンツアー、レフネームイコールの UK デイ s 4、MXPX、ジーブラヘッド、オンリーヨーロッパ、レフでヨーロッパへ舞い戻り、単独で UK ツアーも行った。2007年10月には再度イギリスへ渡り、アーミー・オブ・フレッシュメン、ブラッド・ハウンド・ギャング、 ボーリング・フォースー・プラと共に、ゲット・ハッピー・ツアーを観光し彼らとステージを共にした。その後、自作へ向けての楽曲制作を再開。2008年3月には、ヘリュエーをプロデュースしたハワード・ベンソンや、アルバム後半のトラックをプロデュースしたキャメロン・ウェーブ・ラトと,とに、早速リコーディングに取りかかる。その後、フェニックスというタイトルで2008年夏頃に新作を、 リリースする予定であると発表。日本でこのアルバムが発売される前日には EP Not the New バムリリース。本作は2010年に新曲2曲と日本版フェニックスに収録されたボーナストラックを追加して再発売された。2008年6月、バンドは再びイギリスへ渡ってダウンロードフェスティバル、スラムダンクフェスティバル、 グリーンフィールドフェスティバルなどの音楽フェスに出演。都営前にはヨーロッパでもツアーを観光。日本ではサマーソニック2008にも出演し、冬には単独ツアーも行った。アメリカでのツアーも予定されていたのだが、ボーカルのマッキが体調を崩してしまい、彼のコンディションを第一に考えて二度と声が出なくなるような事態を避けるため、やむなくアメリカツアーをキャンセルした。 2009年春には1990年から2000年代に活躍した女性ミュージシャン限定のカバーアルバムをレコーディング中であり、アルバムタイトルはパンティーレードで同年番集にリリース予定であることを発表する。追ってこのアルバムの収録曲とリリース日が決定すると、共にアブリル・ラビーンの楽曲であるガールフレンドのカバーバージョンをシングルカットすると発表。 その他にも、エイミー・ワインハウスのリハブ、ジェニファー・ロペスのジェニー・フロム・ザ・ブロック、デスティニーズ・チャイルドのサバイバーなどのカバーバージョンがイーチャーされたアルバムになるとバンドは語った。プロデューサーにはグリーンデーのサポートメンバーでおなじみのジェイソン・フリースを迎える。2009年後半から2010年春にかけてアルバムのプロモーションも兼ねてヨーロッパ、日本、全米で レスザン・ジェイクとのツアーを観光した。2010年8月、スタジオアルバムの制作をスタートし、同年終盤にはレコーディングを開始する予定であることを発表。その後、2011年春には、ニューアルバムの収録曲とリリース日について今年、アルバムタイトルが、Get Nice になることも明らかにした。アルバムのリリースに先駆けて2011年6月には、 リッキー・ボビーを7月にはアルバムタイトル曲の Get Nice をシングルカット。アルバムのプロモーションを兼ねてリリース後から2012年夏にかけて Get Nice アダイをトライングツアーを観光しヨーロッパ、日本、オーストラリア、アメリカなどのライブハウスやフェスでパフォーマンスを繰り広げた。2012年7月、ジーブラヘッドは10枚目のスタジオアルバムに向けて 楽曲制作中であり、2013年8月にリリース予定であることを発表。その後も動画や SNS を更新して、ファンへ向けて随時情報を発信した。2013年6月には次回作のタイトルが、コール・ア・フレンズであること、また、同年8月以降に世界各国で順次発売されることを明言。しかしその翌月、バンドは、 リードギターのグレッグ・バーグドルフがバンドを脱退することを発表。もっと家族と一緒に過ごしたいからという理由だった。その後、グレッグの後任として、デス・バイ・ステレオのリードギターを務めるダン・パーマーが加入。バンドの次回作となる、コール・ユア・フレンズではすでにダンがリードギターを務めいた。2013年7月にアルバムのタイトル曲である、コール・ユア・フレンズをシングルリリース。 その数ヶ月後には、アルバムのプロモーションを兼ねて、ツアーに突入した。また、2014年のツアーでは、プロモーションの一環として、プレッジミュージックのキャンペーンを利用し、ドイツでのツアーの模様を収めた、ライブ DVD、ウェイ、モアビアをリリース。また、アメリカで、ショートツアーを観光し、イリノイ州ジョリエットで行われたツアー最終日には、MXPX や、アリスターと共演した。 2015年、バンドは結成20周年を迎える。これを記念して3月11日には、バンド初となる、コンピレーションアルバム、グレーテストヒッツを、日本限定発売。同アルバムには、現在のボーカルであるマッティをフィーチャーしてレコーディング、し直した初期の楽曲とともに、これまでのバンドの代表曲や、マンウィズ、エ h A m i s s のジャンケンジョーをフィーチャーした、新曲、デビル。 オンマイ・ショルダーも収録された。日本以外の各国では4月21日に通常版アーリー・イヤーズ・リビジテッドをリリース。新曲デビルオンマイ・ショルダーと共にレコーディングし直した初期の楽曲のみが収録された。また同年3月にはパンク・スプリング2015に出演。幕張メッセではマン・ウィズエミッションのメンバーとも共演し会場を沸かせた。 2015年5月20日、Man with A Mission G Brahead 名義でスプリット EP Out of Control を日本限定リリース。8月21日には日本版と収録曲が異なる通常版 EP をリリースした。また、この EP のタイトル曲はアメリカで制作された映画、マッド・マックス・イカリのデスロードのエンディングテーマとしても起用され、話題となった。 同年春から夏にかけては、イギリスのスラムダンクフェスティバル2015やドイツのロックアムリング2015、ロックイムパルク2015など、ヨーロッパやアメリカで数々の S に出演した。同年10月7日、結成20周年記念作品として、スタジオアルバムウォーク・ザ・プランクを日本先行リリース。日本版にはボーナストラック3曲が収録されている。 また同アルバムのリリース直後に来日し、10月15日には、渋谷エグマンで一よ限りの単独ライブを行う。なお、このライブのチケットは、ソールドアウトした。また、ウォークザ・プランク、アウト・オブ・コントロール、ツアーと名打って、マン・ウィズ、A ・ミッションとの日本ツーマンツアーを観光。同年10月から11月にかけては、MXPX、マン・ウィズ、A ・ミッション、ドイツのバンド、 モントリオールらと共にドイツを中心としたヨーロッパツアーを展開する。2016年2月バンド結成20周年を記念して単独日本ツアーを予定している。アリの右腕にはイ、エドの右腕にはイチゴイチエ、左腕にはカレー、グレッグの左腕には響きとそれぞれ漢字のタトゥーが入っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。